市内に歩を進めますと、そこは近代文明都市として他に比類なき立派な外観を備え、幅20メートルの淡々たる道路は市街を縦横に貫通しております。表町、本町、栄町、京町、北門、歩道は建物の軒下にありまして、さんさんたる太陽を遮り、また雨天の時でも散歩ができます。これを台湾特異の停止客と申します。大東帝は本島人の居住者多く、全市の商業区域で米国取引の中心をなし、その喧騒のうちに異国情緒を味わうことができます。娘18番茶もでばなの娘さんたちが奉仕茶を酔っております。台湾のお茶は12回以上摘み茶をいたします。その生産品は欧州、北米合衆国、シナへ輸出され、年産額1,400万円にも達します。行列と催し物が控えております。戦争と神秘な祭礼風景であります。ただただありがた涙にくれるのであります。